番盛り上がる曲はあれですね、ストップメイキングセンスブームだったんだよね、私たちの間でね。そう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 、ストップメイキングセンスを見てリマスター版を映画館でそれぞれ ねお互い見てて、素晴らしかったよ、うわーってなって、見たみたいな、うん、やばくないみたいな話をして、なんか次の作品あれにするってあなた言ってたもんね、最初ね、うん、もう絶対これです、ストップメイキングセンスにしますみたいな、うん、だからあの残りがとしては舞台上に椅子が増えてくっていうそう、だから何にもないセットでちょっとずつ人が増えてはなくなったけど、うん、で最初にラジカセを持っていき、そうそうそうっていうところと、あと一応ね、あの 走ってますよね、そう走ってる走ってる、あれは一応あのね、あの曲あの映画のキャストみんなに見せてるから、ね、あの動画をこれですよっていうこの走り方やってねっつって、だからね、そうストップメイキングセンスの曲をアレンジでもそのまますぎるとあれだし、そこにあなたがね、なんかいつも出てきますね、ドレスコーズのこれみたいな曲にしたいっていう、なんか別ジャンルやぞそれでも言わんとしてることはわかるみたいなオーダーが来て、うん、そこの愛の子かつ、そうだね、最終的にプロメテウスと合わせたのか、クラシック、そうプロメテウスみたいなもう出て、あでごめんなさい、あれだ、クラシックを入れたのはその曲もなんだけど、頭の曲だな、そうそうそう、開幕のね、開幕の曲がもう超紆余曲折した結果、ケガハのマリーズのそうだ、ね、欲望かけるエルガーの威風堂々っていう謎な、あれでもね、僕の友達で気づいた人いたよ、あ本当、うん、あちょ毛皮のエッセンス入れてるみたいな、あーすごい、そう、あーいいね、ラランラランラランラのところとかはもうモロだからね、分かる人には分かる、パクりすぎかなとか言いながら、いやいやあれぐらいは大丈夫ですよ、エルガーのがパクってるからそうエルガーは大丈夫で、ね、クラシックだし半券切れてるよね、パブリックドメインだよね、うん、よし入れやみたいな感じで、であれがね面白かったのが、威風堂々として日本では有名になってるけど、イギリスの国としてあれに歌詞をつけて栄光のなんちゃらみたいなタイトルが別であって、うん、だから平和の象徴みたいな曲なんですよ、うんうんうん、であそこはまさに平和の象徴みたいなシーンにしたいって話があったから、そう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 、来たと思って、もう天才的なチョイスだった、ね、これだと思って入れたりだとか、天才だよね、あともともとねあれです、だから私結構クラシックでベースナンを提示してたんですよね、あれ、あとあれだ、あの奥泉くんって言っちゃった雪村、うん、っていうなんか宗教の ね祖みたいなすごいカリスマオーラを放って役どころがあったんですけど、うん、あの人を見た瞬間に私は、ヒトラー、いやヒトラーだって思ったというよりは、ね、名前どうせしちゃったよ、うん、ヒトラーのさ、うん、演説するときに、うん、マイスタージンガー、あ、うん、マイスタージンガーで合ってます、合ってますよね、合ってると思うよ、ニュルンベルクのマイスタージンガー、ワーグナーの音楽をヒトラーはとても好んで、その国威高揚みたいなところも狙って、あともともとでもね、ワーグナーじゃなくてヒトラーのさ話ちゃんとなんか映画とかも見ようって思ってるんですけど、うん、すっごい本当にピュアにあの人芸術好きな人なんだよね、そうそう、だって画家目指したりとか ねだからすごいなんかね憎めないところもあるなって思ったりするんですけど、そうマイスタージンガーがね浮かんだんです、まずその稽古の初めて私が同席した時にあのそんなやつおらんあの稽古見てマイスタージンガーと思う人おらんだからなんかその雪村のテーマを作ってっていうことをもし阿久津氏に言われたら、私はゴリゴリのマイスタージンガーのパクリを作ろうって一瞬思ったの、うん、でけど雪村からのテーマはない形にはなったんですけど、そうだ、結構だっていっぱいさ送ってくれたよね、この曲こういうシーンでこの曲入れるみたいな、うん、なんか結果的にいっぱいあった、すごいミニマルな、そうそう、あんまりでも3曲か使ったのは、そうだからね、入れるんだったらってのはいっぱい浮かんだんですけど、あの台本初読みの時に私、うん、いさせてもらって、で1作目はその時にもう曲できたんで、ね、そうだね、何曲もできたね、曲できたとか言って私がそう、うん、もうなんか分かったとか言ってなんかやってたんだけど、その時2回目のミームの読み合わせはなんか役者たちもすごすぎて、第一印象が音楽いらんくねっていう、そう言ってたね、私いらなくね、音楽いるこれってちょっとしょげるっていう、うんうん、私いるみたいな、いるんだよねいるんですよ、なんだけど入れるとしたら、私が音楽監督するとしたら
ちょっと打足かもっていうコメント込みがいっぱいあるけど、最初はなんかいっぱい並べた気がするね。そうだね、いまだにだからユッキーは曲あってもよかったのかな。でも入れすぎても 2.5 次元のすごいエンタメに寄っちゃうなとか、うんうんうん、バランスを見て結果ああいう形になった、ね、そう途中のわけわからんシーンに入れる。だからあれだ、マイスタージンガのフレーズをでもね最後ね入れたんですよね、あの曲に。ああそうだそうだよ、マイスタージンガの一番イントロ。そうだからワーグナー要素を1曲目一番頭の平和なやつも、うん、イフドドなんだけど、あれ私なんだっけ、タンホイザーのワーグナーのね別の曲なんですけど、うん、に入ってる頭のファンファーレをパクった。あそうだそうだよ、一番頭のファンファーレは一番最初ね、そうタンホイザーのドラムロールの前の、そう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 だし、あの怒られる案件になるですけど、怒られないですけどね、あのね、うん、そのストップメイキングセンスの方 の, あのみんながデモする一番うるさい曲のシーンのとこは、うん、やっぱサビ的な展開欲しい、もともとなかったんですけど、そうだ、ね、欲しいって言われて、ああむずい、ファンクな感じなのにサビ的なって思った時に、ね、反復だからね、ファンクは。そうそうそう、なんだけどストップメイキングセンスのタイトル忘れちゃったな、あのね某曲のサビのパートのコード進行をね、うん、丸パクリしてるんです。デビッド・バーン先生がやってる、もうなんかそれしか出てこなくなっちゃって頭の中で、うん、一旦ちょっとコード借りようっつって同じコードを当てはめてみて、当てはめてて、その上にねマイスタージンガーのねフレーズが載ってるんですよねだからもうキメラみたいな曲やったやったら、え意外といい、うん、しなんかそのストップメイキングセンスですねってならないじゃんみたいな、うん、だからあの上でね、うん、歌えるんですよ歌のメロディ。あそうそう、なな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 、おおなななななな、あの曲かだね、あそうなんだ、歌えるんで、あの今の話が分かった、あのそう記録映像を買ってる方は歌ってみてください、やってみてくださいあそうだからね、あの1作目は結構曲がいっぱいあったし、あとあのねお客さんとにも話したりしたんですけど、演劇ってやっぱ残らないから基本ね、うん、ライブ映像に残りづらいから、うん、あんなになんかすごいことやってて、その場でしか見れないレア度ってのは絶対あるんだけど、そうだね、残んないのがもったいなすぎるなって思った時に、うん、なんかライブとかもさ、DVD 出なかったとしてもその時のセトリを後で聞き返して思い出せる、その記憶のトリガーとしてさ、うんうんうん、僕作るもん、発動する、そうやるじゃん、私も絶対聞いてるんだけど次なんだっけとか、そうそうそう、最近公式がね出してくれてたりするから ね、 ね、セトリありがたいよね、そうそうそう、あれをみたいなパワーを持ったものになるといいな、あるいは見てない人もなんとなく思なんかそこから想像が膨らんだら面白いなと思って、うん、音源にしたんだけど、音そのまま出しても面白くないし、音そのままはレアなねクラファンのでゲットされた方のレアリティを担保したいからやってないんだけど、うん、めちゃめちゃなんか自分の声入れたりとか歌つけたりとかね、あれおもろい、ラップ入れたりとか ね、 やって ね、 ね、おもろいよねあれ、そうそうそう、ね、なんかカーテンのシャッと音入れてるからね、そうそうそうやったんですけど、ミームをどうしようかはね悩んでるよね、でもなんか作りたいなと思ってます、うん、全然やってください、全然僕はもうご自由にどうぞ私ラジカスも貸すし、そうラジカスだから、一作目はね舞台の大事な小道具だったトースターをそのままアーシャに使って、ね、あんな楽器みたいなところで意味わかんないがアーシャになってる、面白いそうだね、わかんない、見た、ね、見てない人が見たらわけわかんない、そう なんだこれみたいな感じなんですけど、二、うん、作目もねやれたらいいなと思ってるんですけど、2作目はそんな感じの、ね、小ネタ満載だったので、うん、まあ、それの音源をやるときに、1作目はねノートを音源作るときに出してた、うん、始める僕ら大好きなんだよな、あれはだからそう一番最後になんか始まりの曲を持ってくるっていう、めっちゃいい、めっちゃいい、マジでやった大好きあれ、やったぜ、なんか元気になる、元気になる元気になる、変だな頑張ろうって思えるあ、うん、それは良かった、そう歌詞もなんかあいいねって思うし、未だに聞くね、ありがたい、あれはちゃんとね、あのあれですね、登場主役2人をに一応当てがいた歌詞、うんうん、主役2人だけじゃないかな、うん、でもそうですね、うん、やっぱ
あの太郎っていう人物は、まあ、僕で書いてるから。あ、そうなの。あれイコール阿久津健介なの？まあ、イコールって言ったらちょっと乱暴だけど、うん、なんか、まあ、ニアリーイコールというか、遠からずな部分はエッセンスとしては入れてる。なるほどね。そうから、なんかあの曲聴くとうーんってなるよね。そう、なんか別に僕 DM 送んないけど、好きな写真見て DM そう送んないけど、マジきしょいから。そうそう、すごくあの役は書いてて楽しかったし。なるほどな、ね、すごいモアダムの話になってるけど大丈夫かな。え、でもなんかこのまま今モアダムの話もしてて面白いなと思って。そうだね、まあその二人だしね。そうしてますけどね。いやいやいや、そう、そんな感じでした。次もね、もう考えてますけど、また次はね、次はもうおかしなことを、ね、またおかしなことばっかりね、やる、うん、やっていくスタイル。そうだね、なんかおかしな僕らってタイトルの曲作ってもらおうと思ってる。始める僕らからね、おかしな僕ら、そう、おかしな僕らっていうね。でも次は多分あの音楽フルフルフルになる気がしてますよ。頑張らないといけません、ね、大変だと思いますが、頑張らないといけませんね。でも多分浮かぶと思う、次のは多分ね。あのね、大丈夫だとは思います。そのベースの感性がハマれば、うん、基本何でもできる。結構もう次はね、バッキバキに僕曲のイメージがある。お、先に曲のイメージがある。うわ、このシーンでこういう曲が欲しくてっていうのが先にある。へえ。これはね、はあのバタートーストジャムの時もなかったの。へえ。けど今はもうイメージが先行してる。へえ。シーンを書くより先に。すご。そうだから。あのいっぱい打ち合わせしようね。そうだね。そう、意外としないもんね。大変になりそう。そう。へえ、楽しみですね。皆さんも楽しみに楽しみにしててください。しておいていただければと。そう、あとはもう思いますね、いろいろと大人の事情もあったりしますからね。大人の事情もあったりしますがね。そうそうそう、いろいろね。助成金がどうだとか。ああ、そうね。劇場の空き状況がどうだとか。いやでも本当に。すごい、なんかそのね、ライブ音楽やってる人たちももちろんすごいんですけど、やっぱその関わる人数が違うから。そうだね。っていうのはその演劇に関わらせてもらうようになってからは本当にすごいなと思って。でもなんか別にだからどうだってあれじゃないけど、その音楽ってさ、なんか半永久的に聴けるじゃない、うん、なんかこれはまあいろんな人がいろんなところで言ってるし、うん、なんかね、まああれの話かもしれんけど、その一回リーチできる人数もさ、うん、何万何億人レベルというか。あ、まあそうね。だからそれと比べたらなんかすごくコスパの悪いことをやってるんだけど。まあでもさ、コスパの悪いことって大事じゃないですか。そうね、大事というか、なんだろうな。だから私はなんかあのね、それこそ小劇場とかだったらなお薄暗い小屋でさ、そうね、あんなアンダーグラウンドなんかね、あれ面白い、興味があると思って、さっきの続きですけど、変わり者たちがさ、そうね、変人がね集まってきてさ、みんなでわーって、でなんか本当お客さんも含めて空間が成立するから、うん、そういう生の芸術って全部、そうだね、なんかすごい尊い行為だなというのを、だから私はすごい、あのミニシアターで映画見るのとかもそうなんですよ。ああ、わかるわかる。大好き で、うん、で人が少なければ少ないほど喜ぶっていう、すごい変人なんですけど、あ、これ面白がっている来る人たち、うんうん、あ、でもいるいるみたいな、仲間がいるっていう。そう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 、なんかね、あの演劇のさ、ルーツというか、うん、なんで演劇が生まれたかって話なんだけど、あの祈りらしいんだよね。あ、そう、なんかまずお芝居っていうもので考えると、模倣する、うん、そう、なんか神のあれを模倣して、なんか作物がとか、うん、そういうところから始まって、なんか根本はね、祈りらしいんだよ。でも、めっちゃいいね、それってさ、逆説的に言うと誰かに見られることをなんか想定してないというか、はい、一人でも完結するものなんだ。それをじゃあなんで
見てもらう必要があるんだろうとか、観客の有無に関わらず成立するものなのであれば、あ、なるほどね。そう。でもなんかそれが芸術との境界線なのか。なるほど。やっぱ芸術ってさ、他者がいて初めて成り立つじゃない。そうね。どんなに素晴らしい絵画でも見てもらわないと意味がないし、うん、音楽だって聞かれないと意味がないのと同じで、うん、やっぱりそこに芸術たらしめてるものはやっぱ他者、お客さんなのかなとは思ったりするけど、うん、確かにな。そうそうそう、なんか最近そういうことを考えて。へー、そう、祈りか。でもそうかもね。なんか誰かに届くといいなとかもそうだし、うん、なんか私歌は祈りだと思って歌ってる感はちょっとあって、うんうんうん、それもね、なんかね、すごい昔にね、山口一郎氏がね、お、サカナクション祈りだって言ってたのがすごい納得したって時があって、うん、そう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 、そう、僕ね、あの最近読んだ戯曲で、うん、まあそんなにまあ、あれな本ではあったんだけど、うん、すごくいいなと思うフレーズがあってね、うん、あのなんだっけな、人間の声帯、声の帯、声の帯、そう、声帯を研究した科学者というか、うん、生物学者が言うには、うん、人間、まあ人っていうのは、うん、話す、会話をするよりも先に、うん、歌うことを覚えたっていう生態なんだって。やばい。そう。だからこの会話っていうのは社会的なさ、その社会的な生物としての人間が成長するために発展するために覚えたことなんだけど、もともと人間って歌う方に特化してる生態らしいよ。やばい。なんか面白いよね。面白い。そう。へえ。人間は歌うことでコミュニケーションを取ることもできたらしい。なんかでもさ、あのさ、まあいいか。ねえよ、びっくり。あのさ、谷さんのさ人類史ね、そう、うん、が見ました。僕は見てないで。あ、そっか。そう、でも脚本というか戯曲は持ってるよ。あれのね、すごい印象的だった。でもそういう本当にああいう話じゃないですか、その人類史、うん、人間がね進化していく。そうそうそう。で最初にその声が出せるようになった、うん、あ、でもあれは言葉が生まれたの描写だったかな。まあどっちかというとそっちかもね。そっか、言語。でもそのなんていうの、表現としてはまあ歌的なというか、そう、なんか、あ、単語を並べるじゃないけど、うん、この自分の発語で人に何かを伝えるって、なんかその歌の方が多分根源的に近い、うん、そうだね、かなっていう。だからあのライリエルがさフォンドレの中でも歌詞にない部分をさ、うん、歌ったりするじゃない、うん、ラララとか、うん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 、それに近いよね、うん、そう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 、なんかあるよなって、うん、ちょっと話がそれるんですけど、うん、あのね、私音楽ともう一個やってる仕事があるんですけど、うん、あるんですけどとか言って、うん、なんかね、障害のあるアーティストとよくやり取りをするんですけど、はい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 、めっちゃかっこいい。なんか障害のある人だと思わないで私はやってるんですけど、うん、正直それでいいと思う。そうなんだけど、あのね、なのでその言語コミュニケーションが苦手な人っていっぱいいるんだけど、うん、あのね、よく歌ってるの、鼻歌を。へっていうのは私すごい好きで、うん、だからなんかその音楽ってなんかなんて言えばいいんだろうな、うん、でもなんかすごい音楽的だなって思うことがよくあるんですよ、うんうんうん、そういう人たちの一緒にいて発語、うん、発語というかなんて 語じゃないんだけど、うん、それはさニュアンス、既存の曲なの、鼻歌とか。あのね、多分であすっごい記憶力良かったりとかする、なんか ね、いろいろその特性は人によって違うんですけど、うん、からなんかすごい覚えてるフレーズもあったりとか、
あるんだけど、なんかね、じゃない気がする。へ、本人のなんか何か気に入ってるフレーズを引っ張ってきてる可能性もあるんだけど、うん、なんかもうナチュラルになんか鼻歌みたいなことを歌って、あとシンプルに歌が好きっていう人もいっぱいいるし、はい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 、とか私すごい勝手にシンパシーを感じていて、すごいね、なんか通ずるものがあるのかな。そうで、私結構ね、私もすごいその感覚わかるなみたいな、うん、とか同じ挙動私たまに一人でいるとするなとかあるか、結構似てる部分すごいあると思ってるんですけど、うん、歌集中なとことかね、はいはいはい、あるんですけど、そうね、そうそうそう、だからね、たまに思う、なんかその、うん、なんか人間の言葉のコミュニケーションより先に、うん、音楽のその本能的なそういうあれってあるんそうそうそうだろうなっていうのはらしいよ、思ったりする。面白いよね。そう、でも声帯そうね、見たいよ。だからもう仕組みがそうらしい。へー、ストラクチャーが体の、おもろね、こういうの大好きだよね、こういうの大好きだよね結局ね、ずっとやってられるよねこういうのね。そうそうそう、はあ、面白いですね。やっぱこれをさ面白って思えるのはさやっぱ気が合うんだろうねふわーとか言っちゃう、うん、そうなんだみたいな普通の人だと多分へーで終わる話、そうね、だから知識だねぐらいで、なんだけど、なんか、そう、なるほどみたいな、いろんなところに思考が飛ぶのはさ、やっぱ好きなんだよね。ね、面白いですよね、うん、こういう話、こういう話は面白いですよね結局ね、うん、できっとこれを聞いてくれてる人は好きだろう。そう、だからなんか ね、 こういうのは面白がってくれる人は面白がってくれるだろうか、うん、なんかやっていけるといいですね、またね。そうね、こういうのね、うん、なんか僕さラジオとかやりたいの。そう、なんか今ちょっとね思ってた、こういう喋るポッドキャストみたいなやつを一生話せるじゃん。そう、なんか今何でもいいんだもん。なんか今ねオーディオコメンタリーを撮ろうと思って、ライブがね50分間ぐらいのやつをなんだけどさ、あなたはさ、この動画見ながら話そうねって言って倍話してる、ね、倍話してるよね全然さっき途中で終わったからね、ライブやつ ね全然途中で終わったし、途中地震来たしね、うん、地震来た、みんな大丈夫だったかな、びっくりしたよね、びっくりしたね、きっと聞いてる頃にはきっとみんな大丈夫だろうけど、すごいなんか地震来たけどびっくりしたよね、平然と、でも平然と話してたね、あなた、さすがだね、うん、僕はなんか動じたりしない、私も録画してる、録音してるなと、うん、死ぬ時は死ぬから、ね、全然さ関係ないんだけどさ、うん、あのさガラスの仮面をさ最近演劇の途中で止まっちゃってるんですけど、うん、読んでたんですよ、うん、一時期、うん、なんかそれこそね他にもいるかもしれない、なんか誰かがツイッターで教えてくれたんですよ、 LINE 漫画で今読める、あ読めみたいね、はぁと思って、別にお金払ってでも全然読むけど、うん、ちょうどいいなと思って、でどうせ読み終わらないからさ、すっごい長くてまだあれじゃないですか、終わってないじゃないですか、だから読み始めてもうドハマりしちゃって、面白いんだ、めっちゃ読んでたんだけど、その中にねテストでどういう役だったっけ、耳が聞こえない、奇跡の人の下りだったかな、うん、目も見えない耳も聞こえない、うん、三重苦状態のあとテスト、オーディションで部屋に入れられて、うん、火災報知器かなんかがなるんだ、なるんですよ、はい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 、で他のキャストはあどうしよう逃げなきゃってなるんだけど、あのメインの2人だけ動かないっていうシーンがあって、ね、うん、役やってるからね、で1人はもうそういう役だから、名前どうするしちゃったよ、あのすごい女優さんね、お母さんも女優さん、まやちゃんじゃない方の、あの才能型の方だ、あの人はもうそうだから、でまやちゃんはシンプルに自分が集中しすぎてて聞こえてなかったみたいな、そのあ聞こえてたら別に普通に逃げてた可能性あるわかんない、でも、まあそこもやって含めて才能なんだよね、あの人はきっとね、うん、そうだね、っていうくだりを今すごい思い出したってだけの話なんですけど、あでもそうね、そう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 、気にしないな、なんか私も今すごい平然と喋りながらなんか一人でこうなんかみたいなそわそわしてるよね、もうそれが普通だからな、大きい音とかさ大きいものとかがさ、うん、苦手なんですよ私、僕も大きい音苦手、花瓶、多分花瓶タイプだから、うん、だから飲み会嫌いなの、なんかさみんなうるさい、難しいよね音がさ聞き取りづらいんだよ飲み会は、で自分も大きい声で喋ってるのも嫌だし、うん、えみたいな
でなんか周りのおじさんとかがなんかアッハッハッハッとかも苦手やし苦手やんね。なんかこれぐらいの今ぐらいのさそう感じであるストレスなく喋ってるのが一番落ち着く。そう、ね、みんなそうでしょ、まあ、みんなそうでしょ。なんで飲み会なんかさ、これちょっとまた、ね、違う話なんだけどそう元気ない時に人に会いに行く人っているじゃない。それが多分普通というか、なんか遊んで元気になったわとかが本当に分からなくて、今すごい今のリアクションで分かったでしょ。そうだね、私もはーで分かったでしょ、うん、すごい分かる。なんか元気ない時は元気ない時は映画を見る。そう、一人でいたいのか、音楽を爆音で家で聞く、あかもライブに行っちゃう、うん、とかさ、なんかこう行けるやつがあった。なんかこの間入った現場のカメラマンさんがなんか2日間だっけな、なんか仕事がない日があって家にずっといたんだよと。で、うん、俺誰とも会話してないって途中で気づいて。なんで2日間でしょ。そう、誰とも喋ってない、俺言葉喋ってないって気づいてすごく怖くなって散歩に出かけたって言ってて、なんかもう面白いな。で結構みんなそれに共感してたの。僕なんかさ、僕らって2日間喋らないとかさ、ザラじゃん。ザラじゃないね、お休みの日だったら。いや、なんかまあもちろんそのなんだろうな、今ね文明が発達してますからこう、うん、LINE とかでは喋ってはいるけど、う、ね、こう文章を送ったりとかね。だから私多分さ本に向かってとかさ画面に向かって喋るんだろうねきっと。ああそういうこと、わかんない。なんかその喋らないことがストレスなんじゃないけど、うん、なんていうの、なんかそれあ逆かな、それをやってるから別にその人と会わなくて喋らなかったみたいな、うん、このなんかもやっと感が発生しない。そうね、作品と喋ってるもよくだってこの、うん、僕も全然見ながらあの映画とか見て、そうそうそう、頭の中で喋るから、こんなことやるんすかすごいっすねって画面に向かって先人たちに言うとか、天才かよみたいな、なんか、うん、ことを言いながら全く苦じゃないもん、ね、なんか人とじゃなくてもいいんだろうな多分そういう。だからそうそう、なんか僕たちみたいなタイプはあのペット飼ったら終わりなんですよずっとやってるから。そう、もうペットがいたらもうペットいればよくなっちゃうから確かに人と多分コミュニケーション取らなくなってくると思う。確かに、だってぬいぐるみとも喋るもんね。あ、もうダメですよ。だからもう一歩手前よそれは。なんか別にあれよ、普段から喋ってるわけじゃないけど、なんかその倒れちゃってたとかさ、うん、あー、あるねたまにね、の時はなんか、うん、どうしたのみたいな、ごめんねって、大丈夫だった、うん、とか。それはさ、やりますね、返答はやるの、頭の中で。返答はねやらない、でも顔を見ればわかるあ、そうですか、ぬいぐるみのね、うん、お顔を見たらわかる。顔を見たら返答はくれてる感じはするね。オッケーオッケーみたいな。じゃあ、あの場合によっては怒ってる時もあるの。うん、あるかもしれない。拗ねてる時があるんだ。あるかもしれない。痛かったよ、ごめんねごめんねって、よしよしって。だからあれで八百万の神的な発想なんじゃないですか多分。そうね、つくも神ってね、うん、あるからね。なんかみんなに話しかけ、だから多分このラジカセにも普通に話しかけるもんね多分いたら。あ、そう、これね僕家で使ってますけど。だからなんかその舞台終わった後とか絶対多分私はねぎらってると思う、この子。あ、いたら なぜなぜしながら、ありがたねっつって、そうよかったね、頑張ったね、お疲れ、ね、だって主役だったもんね、うん、最初の40分ぐらいずっと舞台上に、ずっと舞台上にね、そう撤去されるまではずっといましたからね。撤去丸に丸に撤去されて、ね、なんあれ本当にあれ僕すごい雑にそれ持ってはけてくださいって言っただけだ。あ、そうなんだ。そう、あの芝居は勝手に本人がやってる。いや、丸さすがだな。素晴らしい、素晴らしいよね。素晴らしい、本当にね、ミームの役者さんたちみんなすごかったよね。すごかったね、超楽しかったもんだってね、見ててね、本当にすごい役者が揃ったよね。本当にすごかったよ。もちろんね、その旗揚げもすごかったけど。あ、そうですよ、もちろん。じゃなきゃ私だって本読みで曲できませんからね。そうだよね、役者がすごくなかった。だから僕はいつも役者に恵まれてるんでね、ありがたいことですね。でも言われたよ、その主演のね、ミームの主演の木本さんに、あの阿久津の本は本当に難しいよってうん、本当に難しいから役者を選ぶと思うそう、
よかったね、こんなにいいメンツが揃ってって。本当だよね。そうですね。震えながら返事したよ。本当だよね。へえ。そうだね。あ、それがだから成立させる。だからそう、さっきの話戻っちゃうけど、そのさ、一人じゃ成立しないから、そう、まあ一人芝居とかあると思うんだけど、まあね、うん、やっぱ多分ちょっと別物になる。でもそれはあれだな、音楽のソロとバンドが違うのと一緒だな。そうね。別に別物だな、それはな、音楽もな。だから音楽も一人でできるとは言うが、うん、まあ、ただその数としては音楽の方が全然少ない数で成立はする。 その関係者とかの数はね。そうだから、なんかさ、その僕原理というかなんでを考えるのが好きだから、うん、そのなぜ人は感動するんだろうって考えた時に、うん、かる。なんかそういうの、そういうのさ、やるよね。そうそうそう、だから一人で演奏してる人とか、そういうパフォーマンスをしてる人見て感動することもあるじゃない、うん、けどなんか大人数でやってるのを見て感動することもあるし、うん、逆にしないこともあるし、うん、だから何が違うんだろうとか、何をもってして今心が動いて、なぜなんかこの感動っていうシステム、人間の何のためのシステムなんだろうとか。うわ、何のためのは考えた。これでもそのなんで感動するとか、なんで今私はこれをいいと思ったんだろうのメカニズム解明はめっちゃするよね。え、でもさ、それさ、解明して最終的にさ、解明できないで終わるが正義にならない。わかる。考えるのが面白いだけなんだよね、あれね。そう、で結局こうやって言語化できない魅力が芸術の根幹なんじゃって言って終わるって、絶対それで終わるのは分かってんだけど。そうだって、ミック・ジャガーのこの動きとかさ、わけわかんない。わけわかんないけど、なんかすごいうわーって思うみたいな。そうだから、それが芸術のいいところで、私たちが惹かれるとこなんじゃって絶対なるんだけど。そう、でもなんかさ、あるじゃん、 こうなのかなとか。そうそうそう、他と比較するとこういうこうパワーがある、そう、こういう要因なのかなとか。だからさっきちょっと言ったけど、その何のためにもう最近考え始めちゃって。いやー、確かに。そう、だからそれはそのまあ脚本にも書いてたけど、うん、その不要不急って言われた技術、うん、そうだね。そう、でもじゃあシステムとして我々はその文化芸術に触れて感動した経験がある、うん、誰しもがきっと必ず一度は何かであると思うんだけど、うんうん、じゃあ本当に不要なんだったらこのシステムいらないじゃん、うん、なんか不要なはずはないんだよね。そう、じゃあ何の役に立ってるって言われたら説明できない。確かに。なんかあって元気になったとか。なんかさ、ありそうじゃない、そういう学術論文。あり、でも僕のレベルでこれ思ってるってことはきっとあるんだよ。あるよね。もう絶対先人のよりなんか言語化が上手い方とかがしてると思うんだけど。確かに。そう、僕の中では答え出てないんだよ。へえ、なんか調べたくなってきた。それ調べてみようかな。そうそうそう、何のために。だからその生存していくために必要な何メカニズムというか、うん、としては存在してるんだろうね。なんかその集団で、でもそれは感動とはまた別か。うん、なんかなんかそういうのありそうだなって思ったけど、そのそういう感情を共有することで集団として強くなって、うんにゃらうんにゃらみたいな、なんか分かんないけ ど、 あ、なるほどね、生存するための力が、うん、とか群れを作るための、あ、なるほどね、なんかリーダーを選ぶじゃないけど、そう、なんかそのね、でなんかわーってなることによってそこにみんながまとまるとか、はいはいはい、さ、それこそそれをさ、ワグナーがさ、うん、利用したわけでしょ。 そうだね、そのなんか大衆先導していく。ワグナーじゃない、すごいさっきからごめんなさい、ワグナーを悪者にしてる私。ワグナーは独裁者じゃないよ、ヒトラーだね、うん、そうだね。ヒトラーがワグナーを、でそのワグナーの音楽のあの高揚感に人たちがわーってなって、それを後ろでかけながらヒトラーが喋ってるから、うん、ヒトラーにもその感覚が芽生えて、そうだね、みたいなのは一個あったりするのかな。だから結局なんか群れに集団にならないと生存していけないから、うんうんうん、そうだね。だからやっぱ一人じゃ成立しないんだよね。そう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 、多分人間がこうでも
成立する生き物だったらね、それなら多分いらない。だって自分でさ何かをこうパフォーマンスとか表現をしてさ、自分が感動することってあんまないじゃん、うん、達成感とかはある、達成感とかあるよね。なんか自分が今まさしくやってることとか、うん、作った音楽とかに感動できたことは僕はなくて、へえ、なんか別ベクトルで感動してるかもしれない。ああ、うん、それはあるよ。え、でもたまにあるかも、自分でやった音楽。嘘。あ、いや、でも違うのかな。なんか、いや、なんか僕天才だわとかはあるよ。そしたら違うかな。あ、でもだからそれをすごい客観的に聞いて感動はできてないな。あ、そう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 。自分が本当に他の芸術に触れた時と同じような感覚で。あ、そうね、それにはならんね。そう、自分の作品を見て感動とかはない、うん、からやっぱり。その他者がいて初めて感動する、ね、いいね、させる。え、面白い。だからそう、祈りは他者がいなくていいんだもんな。そう、でもそうじゃないのよ、ね、そうなんだよ。おもろい。おもろいよね、こういう話大好き大好き、こういう話永遠にやれるよな、こういうの、うん、へえ。そろそろ閉じる今の話で言うとさ、うん、結論お客さんめっちゃ大事って話になるわけですよ。そういうこと、そういうこと。だからお客さんがいないと、さっき私も言ったけど、よく本当に思うのが、お客さんがいて初めてあの環境が成立する、うん、お客さんがいない状態で芸術そういうって成立しないんだよね、やっぱり基本的には。そうだよって思うから、いつも来てくれる皆さんばっかり、だからお世辞とかじゃなくて、いつも本当にありがとうございますってよく言うけど、本当に思ってるんだよっていう。マジで構成要員の一人なんですよ、うん、お客さんって言うけど、だからその部外者じゃないんですよね。そうね、俯瞰して傍観してる人じゃないんですよ。どんな芸術も多分おそらく、それは多分どんなにアリーナクラスとかになっても変わらないよね。変わらない。私はよくね、見るときに自分もステージ作ってるっていう意識がなんかすごい、ああいいね、あるいいねから、なんかね、でもあれで素直ですよ。面白くないなと思ったら盛り上がらないし、うん、このセトリあんま好きじゃないなと思ったらあんまり動かないけど、すごい好きな曲が始まったらめっちゃ動くし。でも演劇もそういうさ、当事者意識がみんな芽生えてたら携帯にならないと思うの、客席でね。演劇とかの方がさ、なんか映画とかと近い、なんかなんていうの、そのそうだ、ね、見る側と受ける側が、確かにさ、その第四の壁の厚さみたいな感覚はさ、そう、あの、そう、音楽って比較的第四の壁薄いし、なんかコール&レスポンスみたいなものがあるぐらいですから、うん、なんかそこが薄くてなんぼみたいな、多分そうだ、ね、文化もあったりするから、なおさら、だからその海外アーティストの、分かりやすい例で言うとさ、海外アーティストのやつとかでさ、なんか盛り上がってないけど大丈夫かな客席。わかるわかる、めっちゃわかるめっちゃわかる。特に日本はね、そう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 、言語の壁もあるし、そもそもがね、こうつつましいというか、おとなしい側の民族だから、 それがすごいわかりやすい例で、もっとなんか普段考えてるのはもうちょっと繊細な感じだけど、なんとなく、だから逆に身勝手な振る舞いをしてるお客さんがいると私すごいムカついて、そうだね、あなたも一員なんだけど大丈夫そうみたいなそれで少なくとも周りで嫌な顔をしてる、顔しないかもだけど、うん、ちょっとって思ってる人がいると、私それでだからね、大きい会場嫌いなんですよね。サカナクションのライブとか行かなくなっちゃったのもそれなんですよね。まあどうしてもね、分母が増えたらね。そう、でもそれはだからそれぞれの正義があるし、それぞれのフェーズがあるから、私はそれが好きってだけの話ですけど、今のはね、うん、そうね、そうなんか、でも多分そういうことをしちゃう人とかはお金払ってるんだからって思ってるんだよね。そう、本当にお客さん、まあでもいいんですよ、それでそういう楽しみ方もあると思うから、それは誰も制限されるあれではないとは思いつつ、でも構成要員の一人だからねっていう気持ちとすごい、そう、ね、いつもね思ったりはしますよね。僕あのアーティストの行くぞとか、あのじわじわ来るタイプ、どこに行くんだろうって私は本当にごめんなさい、はっきり言うけど嫌いなタイプです、それじわじわ来る、行くぞつって、あのどこ行くんだろうな、あのさ、盛り上がりをさ言語で強制してくる、あ、もう毒マリアが出るんですけど、いいや、これを聞いてる人は別にいいよいいよ。なんかさ、フェスでさ盛り上げたりさ、行くぞとかさ、手を挙げろとかさ、あ、もう手を挙げろはごめん、私は山口一郎のことは嫌いじゃないよ、うん、手挙げれますかみたいな、なんかさ、
それを言ってる時点で私は音楽じゃないじゃんって、なんかその本当にすごい音楽って音楽で手を上げさせたり、うん、揺らせたりするですよ。そうだね、人をだからそれを一緒に手を上げろとか動けとか踊れとか言ってる時点で私はもうは、うん、って思う。なんで強制してくるんだよっていうでもそれが好きな人もいるらしいからね。あ、でもそうそう、だからそれはさっきの話で、うん、楽しみ方としてそのそれの一体感を楽しむって、あのね、すごい持論があって、日本人は盆踊り文化だってとこに全て着地するっていう持論があるんですけど、なるほど、ね、みんなで同じ動きをして一体感楽しいし、私よく最近気にせずにやってるんですけど、うん、ライブが楽しい時とかって、うん、あのなんかやっぱそのニッチな人たちがいっぱいいる環境って常にそれだっていうのをもう体感してるからあれなんですけど、うんうん、みんなそれぞれ勝手に踊ったり動いたりするんですよ、ね、周りに邪魔にならない程度にね。なんかその基本手を横に出したりとかしなければ邪魔にはならないはずだから、うん、みちみちの環境じゃない限りは。なんだけどやっぱりそのさ、フェスとかに行かない理由は、私なんかやっぱこのみんなで同じ動きをするじゃないですか。あれがすごい嫌いで、なんか星野源がそれやめろみたいな言ったフェスでみたいな記事とかをね、前見て、うん、あ、さすがだなと思ったり。そう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 。で、サカナクションもすごいそれはずっと言ってて、うん、あの勝手に踊れと、うん、でだから僕が率先してステージ上で変な踊りをするって言って、あの人はステージ上で変な踊りをしてるんですけど、うん、ね、なんかそういう。でもだからさ、海外の、私結構洋楽も来日とかすごい見に行くとさ、うん、やっぱり日本にいる海外の人がめちゃめちゃ来るから、そうだね、なんかすごい海外の人たちがいっぱいいるライブ会場になるんですけど、うん、私あれすっごい好きで、あれいいよね、すごい各々楽しんでたけど、絶対邪魔になることはしない。シンガロングとかもするけど、うん、やっぱね、でもあれはもう国民性なんだろうな。なんかあれがナチュラルにできる人たちと日本人は多分できないのは文化と国民性で、ね、みんなで同じタイミングで、あと裏拍が取れない話とかもあるんですけどそれはね、根源的な、そう、もうだからそれはそうや、日本人だからっていうのはあるのは盆踊り、全部盆踊りのこのツッチャチャッチャチャンツッチャっていう頭に拍があって、みんなで同じ動きをするのが国民性なんだなって思って、そうね。見てるけど、みんな自由にやったらいいと思う。ただし邪魔にならないとか、空気を邪魔しない。僕だからあのライブのさ、曲中とかで感想とかで、うん、見えてるよってやるの好き。あ、見えてるんだって。そう。何の話すんだろうと思って。見えてるよっていうの好き。わかる。そう。なんかちゃんと見てくれてるんだな。そう、僕も今なんか客席がちゃん、そうそうそう、お客さんも一部になってるだなっていうのは、うで別に見えてるよってやるからといって別にどうこうしてほしいとかでもない、ね、見えてるよという事実を今言いましたっていう。あ、なんかそのさ、声を出さずに手だけで煽るとかは全然、うんうんうん、それもその非言語コミュニケーションの一個、その音楽に紐づいてそのムーブが出てるから、そうこういうの。でもなんかおもむろにマイクで MC としてこの盛り上がれをやるのが嫌いっていう話でした。好き嫌いの話ですよ、これは。そうですよ、批判ではないですよ。悪いとは言ってません、悪いとは言ってません。私も常にこのスタンスだからそう、ね、いろいろやって言うけど、これはあくまでも私の、うん、私はという好みの話だし、さっきのね、人に迷惑さえかけなければ何をやってもいいっていうスタンスで生きているので、なんかもうだから終わりにしようとか言ってもさ、一個一生話せるよ一生話しちゃうんだから。せっかく今お客さんがすごい大事っていう、だからプレッシャーじゃないですけど、その大事っていうのは、だからおのおの楽しんで面白がっていてもらえたらいいし、そういう人たちがいて成立するから、そういう人たち、それだから仲間だと思ってて、私はそのね、会場にいる、だからその仲間を増やしていくっていうことをやっていきたいなっていうのを思っています。別になんか僕らがさ、こういう風な思いを込めて作ってるとか、うん、こういう意図があってっていうのもさ、別に 100% 受け取ってもらえなくてもいいじゃん。めっちゃそれ、こっちからしたら別にそれでさ、意図と違う受け取り方してもらってもいいし、うん、なんかどれも正解というか、めっちゃそう。私はむしろなんか知らんでいいよって言った、うん、でもなんか知ってて、知ってて自分の感覚がどうだったかとか
逆か、自分が思った後に本人は何を思って書いたんだろうとかで、うん、その思考が広がるのがめっちゃ好き。まさしく今の僕らの状態だね。そう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 、自伝を読んでさ、そう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 、後からなんかだからそれを正解を求めて読んでいるとか調べてるとかではなくって、うん、なんかその考え方の一個のパターンとしておもろって、うん、人の考え、だから映画見た後とかも私もめっちゃその考察調べたりとか、うんうん、あの監督のインタビューとか映画とかお芝居とか何でもそうですけど、音楽はもちろんね、興味を持ったらまず調べるんですけど、それは正解を求めに行ってるんじゃなくて、うん、自分の中でこう思ったみたいなのがまずあった上での、そうそうそう、だからあこうだったなとか、ここ一緒だ嬉しいとか、別になんか違ってこそ面白いとか、うん、あこう思う人もいるんだへーとか、うんが私はすごい好きでやっていて、それが好きだから私も結構最近こういう裏話というかを出してみるっていうのをなんかね、ノートで書いたりとかをやるようにしてるから、本当にあの正解はないので、ちゃんとなんかあの人たちがやってることのあれを受け止められなかったとか、受け止められなかったって表現が違うな、なんかその感じるこういうことの裏があったのに、それを私はキャッチできてなかったみたいなことは一切思う人がない、本当に、うんうん、だからね、あのフォンドレのラストもさ、いろんな解釈できるラストだけど、あそう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 、なんかどれも正解というか、そう、私の中であれ4パターンぐらいありますからね、解釈が。じゃあ僕120ぐらい120ぐらい、あれは何だったんだろうって考える時間、そう楽しいじゃん。美術館とか行くのも私それなんで、ね、これは何なんだろうとか、そうそうそう、なんでこれタイトルこれなんやろみたいな、そうそうそう、だから考えるっていう行為が面白い、別に正解を見に行くわけではない、で作者のその説明とか、説明というかそのねストーリーとかがついてたらなおおもろい、キャプションとかパンフレットとかで、うんうん、みたいな、そう感じです。すごい、なんか喋って、多分3回分ぐらい喋ったね。ちょうど3回分じゃない？やば、うん、一生話せるんだよこれ。またなんかでもなんかやりたいですね、こういうなんかね、やりたいね、よもやまキャルチャー、噛んじゃった、よもやまカルチャー話をね、ね、私も聞くんですけど、なんかだから聞く側も本当なんか適当に聞いててもらっていいやつ、そう、ね、なんか僕ら一応さ、たくさん話したいなと思ってさ、気持ち巻き目に喋ってこの尺じゃん。やば、多分だから普通のペースで喋ったら多分3時間ぐらい、ね、かかりますよね、うん、なんかまあ物好きな方々がねきっと聞いてくれてると思いますので、ね、聞いてくれてると思いますので、ずっと物好きでいてくださいね、ぜひ。充電めっちゃやばいことになって、本当だね、すごいね、やばいね、いっぱい話したんだね。いっぱい話したね。ありがとうございます。はい、こんな感じで、なんかこんな感じでした。締めの言葉とか言っときますか、なんか。引き続き。あ、よしなに。よろしくお願いしますという感じで、ちょっとこれ分割してアップしようかな、どうしようかな。でもぜひライブ映像とかも改めて出るので、ね、見てもらえればと思います。ね。でまたきっとなんかいろんなイベントやったりとかすると思うので。ぜひぜひ引き続き仲間として面白がってもらえればと思いますので、ね、よろしくお願いします、よろしくみたいな感じ、ね、はい、素晴らしいです。ありがとうございました、ありがとうございました。今手を振ってます、手を振ってます、私も手を振る、振ってる、じゃ手を振ってます、はい、手を振ってます。お付き合いいただいてありがとうございました、ありがとう、引き続き何卒何卒よろしくお願いします。バイバーイ。はーい、ありがとうございました。バイバーイ。